1877年に撮影された写真。フランツ・ルーローはドイツの機械工学者。シャルロッテンブルク工科大学の講師を務め、後には同大学の学長に任命された。彼はしばしば運動学の父と称されてきた。当該分野でリーダーシップを発揮し、科学と知識の数々の重要な領域に貢献した。今日、彼の名前が最もよく思い出されるのは、 彼が有用な機械的図形として、開発を支援した低幅曲線、ルーローの三角形によってかもしれない。フランツルーローは、ドイツのアーヘン郊外の町エシュバイラーで生まれた。彼の父と祖父は共に、機械製造業者だった。カールスルーエ工科大学のフェルディナント・レッテンバッハーの元で、技術的訓練を受けた後、ベルリント・ボンの大学で学んだ。数年間家業を手伝った後、 彼は中立飛工科大学の教授になった。やがて1879年には彼はシャルロッテンブルクのベルリン王立工科大学で学長になった。これは約300名の教授を要する一流の工科大学であった。彼は技師、科学者としてまた教授として産業コンサルタントとして教育改革者として そしてドイツの工業的エリートの指導者として広く知られるようになった。ルーローは1876年5月10日にフィラデルフィアで開催される第6回万国博覧会の出品作を選ぶドイツ審査団の議長に任命された。彼はドイツ製の商品は他の国々のものよりはるかに劣っており、ドイツ産業の主導方針が安かろう悪かろうだったと認めた。 この発言はビジネス界を揺さぶり、報道における幅広い論評を呼び起こした。ルーローはドイツ政界での活動にとどまらず、いくつかの国際的な審議会や委員会を務め、特許制度の設立に相当程度関わった。ルーローの考えでは、機械というものは運動学的連鎖において隣接する部品によって、動きを制約された要素の連鎖として抽象化できる。 メカニズムの種類は非常に多様だが、彼はその位相を記述するために簡潔な気泡を開発し、いかにこの気泡がそれらの位相を分類し、新しい有用なメカニズムの発明にさえも導くのに利用できるかということを示した。ドイツ政府の出費により、彼は四節リンク機構とかクランク機構といった300種類を超える単純な メカニズムの美しい模型のデザイン及び製造を指揮した。これらは教育のため各地の大学へ売却された。今日、コーネル大学工学部が最も多くの模型をコレクションしている。彼の技法と系統的に要素を変化させる方法を用いることで、四節リンク機構がいかにして54種のメカニズムに変化するか、そしてそれらがなぜ12のクラスに分けられるか、 ということが示される。ありがとうございます。